思います。僕たちのデビューミニアルバムからあのウルフルズのバンザイをラップカバーしたこの曲で一緒に盛り上がりましょう。おめでとう DJ Q。 イエーイ。君も好きでよかった。皆様バンザイよろしくお願いいたします。お前を大事に大事に考えて、ついにこの日が来た。今新しい人生二人で手を繋いで逃げる幸せ。今だけじゃないよ、今日も明日も明後日もずっと笑って闘争 Believe me。 俺一緒にお前だけに注ぐ愛、この大きな愛のそう二人で込めて。サプライズ企画大成功ということで萩原さん、美穂さんご夫妻って言わせていただきます。そして締めには愛の歌プレゼント、どうもありがとうございました。
はい、どうも皆さんありがとうございました。温かい祝福のサポートをいただいたおかげでプロポーズがうまくいったんだと思います。だんだん夕方色合いが濃くなってきまして、まあ、トゥワイライトっていう時間帯だと思いますけど、今年の花火は7時20分、今年の花火は7時20分を予定しています。結構海風が吹いていますが、実は花火って風が吹いてる方がいいですよね。風が吹いてないと煙が溜まっちゃって見えませんので、風向きはどっちなんでしょうか。いい感じで次々に色鮮やかな花火が、大輪の花が夜空を彩ってくれることと思います。あと皆さん見えますか、まっすぐ正面のところに平べったい船が浮かんでるんですが、これが台船って言って、あそこから花火が打ち上がります。もう一つ余分な説明かもしれませんが、開港祭のこの花火、この後打ち上がる花火というのはビームスペクタクルインハーバーというふうに目打たれてまして、ただの花火ではございません。この照明と音楽と、そして特攻さんというスタッフがたくさん控えてらっしゃいますが、いろいろなビーム光線とかですね、あとはプシッと音とか、スモークとか、全て奏でて花火大会でございます。正面に陣取って、このエリア内に陣取って、そのタイミングをお待ちください。その前に横浜が大好きな港好きな1000人の皆さんのコーラス隊、1000人のコーラスがあってからの花火ということになります。第34回横浜開港祭、ではそのタイミングで再び皆様の前に登場してまいります。